皆さんこんにちは、エルザです。今回はバリアがないのに高い耐久力とバフデバフができる最強格のサポーター普賢を普通プレイヤー視点で解説していきたいと思います。普賢来てかなり勝ちましたね。まあほぼガチャも後半というところなんですが、まあ僕自身すり抜けクラーラが来てから85連目でやっと引けました。なんとかかき集めれましたね。で今回は一般プレイヤーが普賢を使ったらどれくらい良くなったのかっていう使用感と育成についての感想を紹介していきたいと思います。ただし今回は持ち武器なしで育成も最低限で話していきたいと思います。育成途中の参考として見てもらえるのもいいのかなと思います。正直これでもかなり強いと感じましたね。それでは行きましょう。最初に結論言ってしまうと、耐久キャラがいないなら大ありだと思ってます。で、異物とか厳選難易度はそこまで高くないのがいいところですね。決まった異物の中からサブスタがいいものを選ぶ感じで良かったです。ただし、オートにすると EP 効率が足りない感じだったので、ちょっとそのあたりが難しいかなと思います。自分で操作するなら問題はないんですけど、オートだと自動回復も足りずに落ちているってことは多々ありました。ただ、編成の自由度は高かったので、どのパーティーでも差し込めるのは本当にいいですね。それではガチャ評価はこれくらいにして性能面など紹介をしていきたいと思います。特徴についてはスキルを使うだけで一部肩代わりと会心率アップ、ひらめ軽減のバフを得られるというところ、さらに自身が HP50% 下回ると回復ができる優秀なタンクとなってます。火力がないっていうのがただ難点ですね。でもアタッカー生存維持ができるので出押しの孫悟としては優秀なキャラだと思います。ただし、やれることが多いので、SP や HP 管理など、オートでは力が発揮しきれないことが多いように感じました。それでは、スキルと必殺技について話していきたいと思います。まずは、ヒギです。ヒギに関しては、バトルが始まってから、空間の陣を発動できるのがいいですね。速度型ではない場合では、安定して最初から発動できるっていうのはいいところです。スキルに関しては普賢の役割の大部分になる休館の陣が使えます。スキルの持続をすることで防御面だけでなく攻撃面もカバーができるっていうところですね。ただオートだと発動回数が少ないのでそこがちょっと傷かなと思います。続いて必殺技です。必殺技は普賢の HP 回復源になるため常に発動して発動回数のストックを維持したいところですね。スキルをうまく使うか被弾しないと EP が不足しがちなので EP 管理は気をつけたいっていうところです。その他の強化面っていうところで言うと、スキルとか必殺技に対して影響を与えるものが多いですね。で必殺技に関しては全体回復も含まれますので早めに獲得をしたいっていうところです。で強化の優先度に関してはスキル、追加、テンプ、必殺でいいかなと思います。必殺技はダメージが上がってもそこまでダメージ稼げないので後回しでいいですね。続いて光炎水と異物です。光炎水に関しては閉ざした瞳が欲しいところですが、ない場合は記憶の素材で十分です。異物に関しては速度と耐久特化で分かれます。メインサブに関しては HP 中心の構成となってます。で普賢の異物の組み合わせに関してなんですが、主に耐久か速度型っていうのが多いようです。でどちらも役割は変わらないので異物の揃ってる条件で整えるのがいいですね。個人的には集めやすい速度型がいいかなと思います。でサブステの防御と HP でだいぶ能力の幅が変わる印象でした。耐久値に影響するっていう感じですね。優先度としてはサブステに防御と HP がついてるかどうかっていうところかなと思います。光炎水は記憶の素材で特に問題なしでした。ただ EP 効率のことを考えると持ち武器はまああるといいなっていうところです。まあ必須ではないかなと思います。で星4に関しては耐久なら余生、ヘイトを集めるならランドゥっていう感じで切り替えるのがいいです。それでは最後にですが、使用する上での注意について話していきたいと思います。まず休館の陣に関しては普賢を扱う上で非常に強力なスキルとなっています。なんですが、追加能力の行動制限系デバフに関しては味方全体で1回という条件になっています。連続で攻撃を受けると普通に行動制限の状態以上になりますので、このあたりは考えておかないといけないところかなと思います。また高耐久というところはありますが、全体攻撃には非常に弱いです。このあたり育成が中途半端だとやられますね。
なので異物のサブステでの防御と HP の盛り具合でかなり生存に影響するという感じでした。持ち武器がない場合はここの厳選というのはかなり必要に感じましたね。はい、ということで今回ここまでとなります。ご視聴の方ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。